そしたら皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずテーマというかタイトルもう一回改めて、動物の曲芸を配信しようっていう、はい、まあ、内容もそれに沿ったものでやっていこうっていうふうに思ってます。で、とりあえず自己紹介、自分から順番にしていこうかなっていうふうに思うんで、まずは自分から、ともやです。まあ普段は動物のために、まあできることをいろんな角度から、まあやってるんですけど、インスタとか YouTube とか、あと Twitter、TikTok とかも、ほんといろいろ SNS もやってるんで、なんかそこでも自分自身を発信してるんで、もし、これ、まあなんか、もっと興味あったら、そっちの方をチェックしてもらえたらなっていうふうに思います。よろしくお願いします。アンです。ビーガンになる前は、動物を大切にしたいと思いながらも矛盾した生活を送ってました。地球上の動物たちの残酷な生涯をした時にはもう生息ができませんでした。矛盾したそんな生活に嫌気がさして、2021年8月から3人で、夫と娘と私3人でビーガンになりました。今はこれまでの自分の行動を少しでも取り返したいなと思っているし、差別を終わらせたいと強く思っているので、家庭を守りながらも可能な限り動物解放へ向けた活動に参加していきたいと思います。で、今日はこのライブをとても楽しみにしてました、はい、お時間許す方はぜひ最後まで見てくれたらです。お願いします。お願いします。すごい素晴らしい自己紹介。素晴らしいこんばんは、トミーです。自分も、まあ、よくね、トモヤだったりアンとかと一緒にこう動物をこう解放するためにまあ、いろんな活動とかやってます。なんかすごいな、アンの後にちょっとなんか大したこと言えないんだけど、何も準備してないし。まあでもなんかね、まあ初めてのインスタライブなんですけど、なんかあんまこう自分的には緊張しすぎず、なんか程よいリラックス感で楽しめればなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ピーススタッフのアッコです。活動を始めてからぼちぼち10年目ぐらいになるかなと思います。多分ビーガンになったのも今年で10年目だと、そのぐらいになると思います。当初はすっごいお肉大好きで、何かに理由をつけてお焼肉を食べに行くような感じだったんですけど、まあ、ウサギを飼い始めた時に、まあ、毛皮と動物実験のことを知ってものすごいショックを受けて、でその時にとにかく毛皮と動物実験のある日用品は買わないでおこう、でもお肉は食べないと死んじゃうしと思って、うん、お肉はちょっと食べてたんですけど、豚の虐待を見た時にその時にまた切り替わって、いや、そのお肉を食べなきゃ死んじゃうと思ってた私がお肉を食べるぐらいなら死んだ方がマシと思うぐらいになって、お肉をやめたところ何も問題なかったと、むしろ前より楽しいし軽いし、あ、いいことしかないなっていうことで、もうヴィーガン続いてます。で、当初はだから活動も毛皮と動物実験から始めたんですが、なんかいろいろちょっと捕鯨のことやらないとかお誘いをしているうちに、なんだかんだでイルカのことをメインにやるようになり、で、イルカだけでなくやっぱり展示動物とか動物の娯楽刺激、こういったものに、やっぱり一番、なんて言うんでしょう、足が出るっていうか、なんでしょうね、こう、草やぶをかき分けるように、これはダメじゃないのっていうものが、なんか見えてくるっていうのが、やっぱ展示動物、娯楽刺激っていうものでした。そんな感じで、よろしくお願いします。なるほど。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしたら、今日、とりあえず、イルカに関すること、はい、あとサーカスに関することっていう、まあ、ちょっと大きい軸が2つあって、まず最初にイルカの方をちょっとお話しというかみんなでお話ししていきたいんですけど、今月の3月29日が、はい、まあ、イルカの歯に多分ご存知の方もいると思うんですけど、うん、がの、まあ、命日で、はい、うん、なんで、まあ、その追悼も兼ねてという形で、うん、まあ、イルカパートを進めていこうかなっていうふうに思ってます。なんで、まず、ちょっとハニーのことについて、まだ知らない人とか、うん、あとは、もう一回改めてっていう意味で、まあ、アンに、ハニーの生涯を、ちょっと、ピースさんが出してるね、パンフレットがあったんで、そこに、それを読み上げてもらおうかなっていうふうに思います。たくさん読んで、お願いします。もう泣きながら泣きよって、娘とも読んだりしてる。結構、すごい。ありがとうございます。
そう、みんな、あの、見ている皆様も、なんかまあ、うん、ハニーのことにちょっと、うん、あの、寄り添ってというか、思いを寄せて聞いてもらえればなっていうふうに思います。はい、ハニーの生涯を、ピースさんのパンフレットを使って、振り返っていきたいと思います。うん、ハニーの生涯、2005年2月、タイジイルカ追い込み漁で生け捕りにされた野生の反動イルカのメスで5歳くらい、千葉県銚子市の犬吠埼マリンパークに売られ、16時間の長距離をトラックで運ばれた。この時すでに妊娠していた。2005年6月、水槽でオスのマリンを出産。思いがけない赤ちゃんの誕生は宣伝に利用された。ハニーの家族はイルカ肉にされており、マリンの父親も同様だろう。やがて、狭い水槽で一緒にイルカショーに利用されていたエポ、ラン、エル、マリンが死亡。息子のマリンは母親のハニーよりも先に亡くなってしまった。2017年12月、共に生き残っていたビーが死亡。これにより、ハニーは単独飼育となり、ショーを中止。ストレスから塞ぎ込み、飼育員の言うことを聞かなくなった。2018年1月、経営不振と設備老朽化により、犬吠埼マリンパークが突如廃業。ハニーは狭すぎる水槽に一人ぼっちで取り残されてしまった。敷地内には、約500匹の魚や爬虫類、46羽のフンボルトペンギンが残された。2018年3月、ハニーの背中の皮膚は日焼けによりひび割れ、力なくぷかぷかとプールに浮かぶ姿や、ストレスによる情動行動がたびたび目撃された。2018年8月、イルカのハニーを助けてハガキアクション開始。外部との一切の接触を拒むマリンパークに対し、ハニーの解放を望むハガキが多数マリンパークに送られた。海外のマスコミや保護団体からも注目を集める。良い環境への移動や改善を求める人々に対し、マリンパークは黒い布を貼ってハニーの姿を隠し続けた。2019年7月、施設を所有する法人のオーナーが変わり、ハニーを中国に売るとの報道が人々に衝撃を与えた。2020年3月、ハニー死亡。死因は閉塞性腸炎。背中にはえぐられたような傷があり、皮膚炎の治療をしていたとされるが、その末に腸炎を発症し、急死という痛ましい最後となった。海で生け捕りにされてから約15年。水族館とイルカショーに奪われた生涯だった。以上です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。まあ今のがまあ一応ハニーの生涯、まあざっくりではあるんですけど、アンにね、その感じた思いをこう話してもらえればなっていうふうに思います。このパンフレットも今は泣かないで読めるようになったけど、結構何回読んでも涙が出てくるほど、その生涯は本当に読んでて苦しくなりました。これを聞いた人もそうだと思うんですけど、私は今年の1月にテラバーガーで行われたピースさんの勉強会で、ハニーについて詳しく知るきっかけになりました。で、家に帰ってからお勉強会でお話を思い出しながらパンフレットを読んで、残酷な追い込み漁で生け捕りにされた家族を皆殺しにされたり、まるで棺桶のような輸送箱を入れられて16時間も長距離移動を強いられたり、水族館へ連れて行かれる間もいつ死んでもおかしくない間、多分ハニーはお腹にいる赤ちゃんを必死で守って耐えてたのかなって、すごいいろんなことを考えさせられるハニーの生涯だなって思います。目の前で家族を殺されて、家族はお腹の中の赤ちゃんだけだから、なんとしてでも本当に生きよう、この先どうなるかわからないけど、とりあえずというか、とにかく生きようと必死だったんじゃないかな、うん、なんか私も泣きそうになってくる。追い込み量にとらわれるまでは、はい、家族みんなで妊婦のハニーを守って泳いでいたんだろうなって、美しい
群れの姿が想像できる、そうね、最愛の息子が調教されるところとか、寮に使われるところを兄は見てたわけで、本当に死ぬほど悲しくて悔しかったなみたいな。それで息子を先に亡くして、他のイルカたちも次々と亡くなって、兄が水槽に取り残された。本当にどれほど孤独だったか考えるだけで胸が苦しくなります。15年もの間死ぬまで監禁されて、少しの自由も許されず、人間の利益だけのために利用された生涯で、ハニーは卑劣な環境下で15年も生き抜いた。そのハニーの生涯そのものが私たち人間に対する強いメッセージだなと思います。もう二度と同じ目に遭うイルカを出してはならないし、水族館へ行かれてる方々へメッセージを送りたいなって思うんですけど、どうか気づいてほしいです。水族館は海の生き物の素晴らしさを教えてくれていますか？海の生き物たちは本来いるべき家はどこだと思いますか？消毒漬けの水槽で保存する意味はあるでしょうか？水族館に行ってもイルカたちや他のお魚たちの本来の生き生きと姿を見れる日はやってきません。水族館は種の保存になっているでしょうか？水族館が増えていけばいくほど、経営が続くほど、海の生き物は減少し、絶滅の危機にさらされています。実は多くの命が水族館があることによって犠牲になっています。ハニーの死を無駄にしてはいけない。ハニーの生涯から学んでほしいと思います。今現在もコンクリートやガラス張りのプール、水槽に閉じ込められているイルカたちを救うために水族館に行かない、イルカショーを見に行かないという優しい選択を選んでほしいです。そして水族館に囚われているイルカたちがサンクチュアリーへ移動して、ショーや水族館、ショーや展示、食肉などに利用されず、寿命を全うできるような世界にしていきたいなって私たちは考えています。私は考えています。同じです。イルカたちも送る権利があります。はい。イルカたちの当たり前の生活を奪う権利は私たちにはないのです。以上になります。はい。うん、ありがとう。ありがとう。ね、まあ、見てる人も結構ね、やっぱり悲しいようなコメントであったり反応が多いって、まあ当たり前っちゃ当たり前だけど。そしたら、ちょっと、改めて、まあ、ハニーのお話を、ちょっと、アッコさんから、なんか、まあ、ぜひ、お聞きしたいなっていう、はい。はい、ありがとうございます。犬吠埼マリンパーク、閉館前から、すごく汚いプールに、状態の悪いイルカがいるというのは、すでに、活動家たちの間でも、話題に問題視はされていたんですが、閉館してからもずっと一人でいるっていうのを聞いて、これもさすがに見過ごせないかなと思って、犬吠埼すごく遠いんですけど、家からは。で、見に行きました。で、行くと、もう、私有地だからとか、もうわざとらしく警察に通報するぞと、脅されたりしながらを、まあ、ちょっとかわしながら撮った動画っていうのが、今、ハニー追悼動画などに使われているものです。で、やっぱり見ててこんなに状態の悪いイルカって見たことがないんじゃないかっていうぐらい、まずもう力なくプカプカと沈むことができずに、こうずっとゆら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 している。で、背中は写真にあるようにひび割れている。この状態って放置するわけにはいかないと思ったので、何にしてもこの環境から救い出したいというのがまずありました。で、ところがマリンパークはもう一切の接触を拒んでいたので、メールは通じない、電話は出ない、ファックスもダメで、残されていたのが唯一郵便という手段だったので、それでハガキアクションというのを思いつきまして、とにかく皆さんでハニーを助けてとハガキを出してくださいっていうふうに、そういうキャンペーンをピースの方で立ち上げました。
で、その中でズーシャキシャンっていうイラストを描く方がおられて、このイラストなんですが、はい。これがツイッターでバズって、もう3万とかすごい数のリツイートされて、それで普段からそのイルカショーが好きな人までもこれはさすがにかわいそうだと、もうメディアにも大きく取り上げられるまでになりました。で、その当時は、私も普通の何でもない人なんですけども、国内、海外からのメディアに取材を受けるまでに、すごい海外も反応していて、で、あの時は、まずみんなが考えるのは、水族館に入れて終わり、違う水族館に入れてよかったねっていうところで人々が終わろうとしていたので、そうじゃないと、水族館にまた入れて終わりじゃなくって、私はその、サンクチュアリという自然保護区、自然の中で、人間に、人間により自然と本能を尊重しながら修正飼育されるサンクチュアリへの移動が、最優先事項だと思ったのですが、日本にはサンクチュアリというのはまだないので、で、海外ではいくつかプロジェクトが進行中だったので、とにかく海外にメールを出しまくりました。ハニー引き取ってくんないと。そちらのサンクチュアリにハニーを入れてくださいと。言ったところ、やっぱり条件がすごく難しくて、水温が合わないとか、まだ立ち上がってないとか、まあ、いろんな条件でどこもやっぱり受け入れは難しいと。一旦水槽に入れてしまっているかっていうのは、やっぱりその感染症の危険ですとか、いろんなリスクもあるので、簡単に海に入れるわけにもいかないということで、いろいろとハードルは高かったんですが、とにかくその海外の関心の深さというのはすごくて、すごく高名な海洋学者、もうナショジオとか、要するにドキュメンタリーでも名前を必ず見るような、ちょっと私が尊敬しているすごい人からも反応があって、本当にびっくりしました。で、その時に、ロイターとか、イギリスのガーディアンとか、そういったところからも取材を受けて、一応に海外の、その反応というのは本当にひどい。イルカ追い込み量もひどいし、イルカショーもひどいよね、という、まあ、こちらの共感、いや、ひどいね。そんなことが許されるのかっていう反応だったんですが、それと真逆でした。国内メディアの反応というのは。やっぱりその水族館に入れてハッピー、水族館に授けもらってよかったねっていうところに、なんとか私を誘導しようと、向こうでもうシナリオができてるんですよ。なので、なんとか私に最後は水族館に入れてよかったねって言わせよう言わせようって国内のメディア、テレビ局は、そういった取材を受けました。とんでもない、私が水族館に入れてよかった、私が言えるわけないじゃないっていうことで、結局水族館に移動さし、まずは水族館、より良い環境の水族館の移動ですが、最終的にはサンクチュアリ移動を望みますって言ったら、ディレクターがカメラの向こうで舌打ちしてるっていうのも見えました。へえ。で、やっぱりその僕たちは普段水族館を良いものとして報道しているから、この画像は使えないかもしれないと言われたんですが、私はもう間違ったことを流されるくらいなら使われない方がマシだというふうに思いました。で、やっぱり何よりも腹立たしかったのは、ハニーが所有物であったということです。人の所有物であるから誰も手出しができないと。でもハニーはもともと野生のイルカだったんですよね。自由に海を泳いでいたものを人間が勝手に捕まえて、家族も殺して自由も奪って、最悪な環境に行って、でも自分のものだから誰にも渡さないよということで、やっぱり深いというか、すごい激しい怒りを持って覚えました。そうですね。で、それで結局なすすべもなく、先ほどアンさんが読んでくれたように、本当にそのままハニーは狭いプールで苦しい一生を終えてしまったというのが、やっぱその悔しさというのはやっぱりすごくあります。一部ではなんかそのハニーだけが可愛いんじゃないのとか、なんでそんなハニーばっかり大事にするのって言われるんですけど、そうではなくって、ハニーというのは全てのイルカ問題の象徴として考えています。それともう一つは、ハニーという一つの個体が注目されるって初めてだと思うんですよ。日本中に例えば600、500ってイルカがいても、みんな多分フィンだとかジョイだとかどうでもいいと思うんですよ。カイだとかダンだとか、どのイルカでも別に関係ない、いてもいなくなっても。それが、そのハニーという一つの個体が注目されたっていうのは、初めてのことだったと思うし、一時は世界的に有名なイルカだったということもあります。で、個体が特定されると、人
人は感情移入しやすいんだなというのも今回分かったので、それでやっぱりそのハニーの悲劇を終わらせないということと、より人に使われやすい存在であるということで、イルカのハニー絶対に忘れないということで、その追悼イベントとか継続してやっているということです。ちょっと長くなってごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あのすごい、なんて言うんだろう、今の話を聞いてて、うん、本気度というか熱さというか、うんうん、緊急性というか、なんて言うんだろう、ワードを並べるとそういう感じをすごい感じた、うんね、その直接メールでアクションというか、うん、訴えた、そのサンクチュアリに片っ端からメールを送ったっていう話とか、うんね、それは本当どの動物にもするべきというか、うん、もう本当にすごいな、あの一言になっちゃうんですけど、うんうんね、何かトミーとか感じたことあれば、うん、そうね、なんか自分自身はそのなんだろうな、イルカのハニーの存在はその事後その知ったんだよね、うん、自分自身はいろんな話を聞いたり、まあ、その情報っていうのは今こうやってすぐ簡単に手を伸ばせば届くものではあるけど、実際にそのなんだろうな、その当時戦ってた人だったりっていう話ってなかなかこう聞けないし、いざそれをこう聞いてみるとすごくこうなんだろうな、自分はその場所にいたわけじゃないけど、すごくこうなんかリアルな状況がすごく情景が脳裏に浮かぶなってすごい思いましたね。ありがとうございます。何アンは私もハニーは活動してくださった方たちのおかげで知れたっていうのがあるから、うん、やっぱ本当に活動 してくださったご本人からそういう話を聞けるのは本当に貴重だし嬉しいです、うん、私も聞いてくださる方がいるのがすごく嬉しいです、うん、なんか今もう37人、多分30人以上はなんかずっとみたいな感じで、うんうんうんでもみんな感じること、うん、コメントもちょっと拾えてないんだけど、うん、結構みんな来てくれてて、うん、あの一応俺、うん、自分は全部読めてます。はい、うん、で、ま、ちょっと前もってあの4人でどういうライブにしようか話し合ってて、うん、ま、アンの方から、ま、ハニーのそのね、あのについての質問で、ま、さっき1個出たんだけど、その助け出すために起こしたあのアクションの中で印象的なもの、うんおあっこさんから教えてほしいなっていうのは、多分そのメディアの反応であったり、はがきのアクションであったりだと思うんですけど、で、もう一個があって、あっこさんが感じた、まあ、ハニーの表情であったり、体の特徴、まあちょっとは話は出たんですけど、なんか実際に見てますもんね、ハニーが、生きてる間に。なんで、それをちょっと、教えてもらえればなっていうふうに思います。見るのにすごい苦労はしたんですけども、あのイルボーサキマリンパークって海があって、その間に車の通りの結構激しい道路があるんですね。でその間にちょっとこうヤブみたいな茂みみたいなのがずっと続いてて、でその向こうにこう小さくイルカのプールが、屋外プールが見えるんです。でそこでまあ望遠カメラ、あんまりカメラ得意じゃないんですけど、カメラで撮って、で望遠するとすごいブレると激しいじゃないですか、うんうん、すぐフレームアウトしちゃう。もうそれをもう必死でよく自分でもあそこまで収めたなって思うんですけど、そうすると先ほどもお話ししたこうプカプカでとずっとそれを繰り返してる、力なく浮いてるって。であの時の見解としては、だからそうやって潜れないんじゃないかっていう話もあったんです。内臓に疾患があって、まあ、ガスなりがお腹に溜まりすぎてそれで潜れないんじゃないかと、そういうふうな海外の見解もあったんですけど、まあとにかく孤独、ポツンと一人いるっていう姿で、後になって、まあその時というよりは後になって思ったのは、やっぱりハニーってすごく強いイルカだったのかなというのは思うんです。その時はただかわいそうとしか思わなかったんですが、日数が経つとだんだんちょっとハニーの見方っていうのは私も変わってきて、もしかしたらその息子や仲間たちは次々と死んでしまった中でハニーが生き残ったっていうのは、もしかしたらハニーが最後まで諦めてなかったのかもしれないと
いうふうにも思うようになってます。で、ハニーってやっぱり強いイルカだったと思うんですよ。生き残ったということは、肉体的にも精神面でも。じゃあもし、で、そう最近はその、じゃあもしハニーが今でも海に来た、いたらっていうところに、なんか最近はこう思いを馳せるようになっていて、もしまだ海にいたら、きっとハニーは自分の群れを持ったり、大きな群れを率いたりして、自分の仲間に暮らせてて、すごくなんて言うんでしょう。水族館のいうところの種族保存なんて、そんなん全然関係ないところの生息地での種の繁栄っていう、そういったものに貢献っていうとちょっと人間主体の言い方ですけども、とにかくイルカというものの繁栄というのにはすごくこう貢献したっていうか、そういう存在になったんじゃないかなっていうふうには考えます。で、ハニーの遺伝子、強いハニーのイルカの遺伝子を持ったイルカたちがまた子供たちや孫を成してイルカたちが繁栄していく。つまりそのイルカ漁とかハニーを捕まえたっていうのは自然からそういう可能性を一切奪ってしまうことだっていうふうに考えてます。例えばその私たち全部違う人間じゃないですか。DNA も違う。それが例えばもう二度と一旦水族館に入れてしまえばその個々の遺伝子を持ってたものが永遠にそこで分断されるんですよね。もうそれが自然の中でそれ彼らの遺伝子が反映することはないというようなことも最近は考えるようになってます。やっぱりちょっとハニーという一匹のイルカ、一人のイルカの出会いによってこう思いがもう時間経つことにこうなんて言うんでしょうね、枝葉っていうか思いが広がっていくっていうか、そんな感じです。なるほど、ありがとうございます。はい、のっこさんのお話すごい聞きたくて、うん、その勉強会にもその遺伝子のことを聞いた時にも本当に考えさせられて、はい、だから私も最初知った時よりもやっぱ日に日にどんどんやっぱ枝葉って、はい、思いが広がるっていう感じがね、はい、ありますね。ハニーをもっと鮮明に見たことがないし、はい、うん、その時にだから活動もできなかったし、うん、だからもっと鮮明にこう覚えておきたいっていうのがあって、うん、まあ、ハニーからしたら本当に辛い人生だったと思うんですけど、うん、だけどなんだろう、ハニーをすごい愛おしく感じて、ハニーのこの生涯を読めば、読むほど、もっと、ハニーを一人のなんか個人として、鮮明に覚えておきたいと思って、アップさんの、ハニーの表情とか、はい、体の特徴とか、はい、知れてよかったです。あ、はい。アッコさんに、はい、まあ、そのね、水族館に来る前の段階として、イルカ追い込み漁っていうのがあるんですけど、はい、それの、まあ、概要をちょっと説明してもらえたらなっていうふうに思います。あ、はい、じゃあすみません、まずイルカ追い込み漁は、もう1969年太地町で始まったのは1969年、それまでは以前は静岡県の太というところで行われていました。で、もともと捕鯨で栄えていたんですが、太地が、まあ、捕鯨の次なる産業としてもっと太地を観光地化しようということで、クジラの博物館とか、まあ、そういったクジライルカをめぐる施設の建設にあたり、イルカの生態展示をということでイルカ追い込み漁が始まりました。このイルカ追い込み漁は何が残酷かっていうと、イルカっていうのはまず音にすごく敏感な動物です。聴神経の太さは人間の2倍あります。で、人間が聞ける音の高さっていうのは 20Hz なんですが、イルカは180から 220Hz の高さまで、人間がこのぐらいだとしたらイルカはこのぐらいの幅の音を聞くことができる。もう人間だとこれより高い音はもう聞こえないんですね。で、イルカはここまで高い音が聞こえる。で、そういったイルカをその金属音の恐怖で怯える、捕まえるっていうことがものすごくやっぱり残酷だと思います。例えば人間、私たちでも耳元で金属音ガンガン鳴らされたらものすごく嫌だし、パニックになるしストレスになります。音の敏感なイルカを、まあ、それでパニック状態にして、イルカたちはそのぶつかり合って死んだりもします。パニックで死んだりもします。
そういった残酷な療法であるといいます。イルカは30メートル先の物体も識別できるし、あのクリコンとかで500メートル先の仲間と交流したという記録もあるぐらい、遠くのものも判別できるものを、もう海中に鳴り響く金属音でパニックにして追い込む。すごくそれがやっぱり残酷であるということです。でそれとやっぱり、まあ、食肉、選別されたイルカは食肉であり、選ばれたメスのイルカ、綺麗なイルカは水族館に売られる。そのこと自体も残酷なんですが、それだけではなくて、さっきもちょっと言ったように生態捕獲だけでも結構死んでいるということです。あのまずイルカ追い込み漁の恐怖でぶつかり合って死んだイルカたち、それ恋とか、あとは、まあ、リリースしてるとはいえ、もし行ったとしてもその群れを失ったイルカが、家族の絆の強いイルカが単独で生き残る、野生で生き延びるってすごく難しいことなので、そういったイルカたちも死んでいます。つまり数字にならない、生態捕獲数ですとか捕殺数とか数字にならない部分でもイルカは多く死んでいるということが言えると思います。で生態捕獲した後ももともと壁のない世界で生きているイルカなので、イケスにいられたショックですとか、強制給餌がうまくいかなかったとか、あるいは輸送中に死んだとか、水族館に行った後でも他のイルカにいじめられたとか、そういった部分で今私たちが水族館で見るイルカ以上のイルカがたくさん死んでいるということなんです。でところが、あの、まあ、日本ではイルカっていうのは、まあ、行政とかは保護すべき野生動物ではなく資源という見方です。2015年から水産庁は、あのイルカの生態捕獲数と、捕殺数の内訳というのを公表しなくなりました。でそれは何でですかって問い合わせたら、一旦捕獲したものを後で何に使おうがそれはもう関与しないということでした。だから捕まえたものを食べようが売ろうが、捕まえたものは捕まえた人のものなので、あとはもう水産庁は関与しませんよというのが水産庁からの回答でした。でその野生動物を、まあ、生け捕りにしても海外にも輸出している、もう本当にひどいことだと思います。イルカにとって乾燥はやっぱり命取りですので、海外でも背びれがちょっとボロボロになっちゃったようなイルカの動画なんかも見ました。で中国なんかでは日本よりもっとアクロバティックなショーをやっているそうなんです。で、あの象なんかもやっぱり曲芸ですごく、あの密漁とかも危機的な状況にあるんですけども、そのゾウの密漁を止めようとした人が言った言葉に、ゾウの密漁をやめさせるにはゾウゲ市場を閉鎖しなくてはならないというふうに言ったんですね。これがやっぱりイルカ問題にも同じようなことが言えると思います。イルカ漁をやめさせるにはイルカショーを終わりにさせなければならないんだということがやっぱり同じように言えるんじゃないかなというふうに思っています。なるほど、ありがとうございます、はい。じゃあちょっと、あの自分トモヤと、トミーは、先日太地町に、まあ、直接イルカ追い込み漁を、まあ、視察に行ったんですけど、まあ、その時の話をちょっとしたいなっていうふうに思います。まあ、今話して出てた通り、まあ、イルカ追い込み漁っていうのは、まあ、実際に、まあ、行われた日に、まあ、ちょうど自分たちは、まあ、まあ、良くも悪くも見に行けて、うん、まあ、実際目にしたのは、まあ、今言ってもらった通り、そういう音で、まあ、追い込んで、で、結局、2日間、まあ、見る機会があったんですけど、うん、2日とも、うん、生体販売用ではなくて、まあ、殺されるっていう形にはなってました。うん、でその時はもう本当にね、あの一連の漁もまあざっと出港するところから、船見送るところから始まって、まあ追い込む時、まあ後部とかちょっと見てる人分かる人は分かると思うんですけど、あそこの方にまあ行って、あのねグレーのシートがちょっと敷かれるんです、敷かれるっていうか、まあ隠されるんですけど、まあそれが片付けられてっていうところまで見て、ね、あの本当に船に追い込まれてるときは、イルカって跳ねながら泳いだりもするので、うん、まあ船に追い込まれつつ、その跳ねてるイルカがまあ肉眼でも見えるタイミングがあったりとかして、うん、ね、まあ、残念ながらまあ逃げれなかったイルカがまあ殺されて、うん、まあその殺された
る前はシートで隠されるんですけど、まあ、隠されて、まあ、最後片付けられて、こうシートがバーって開いた時に、あの、そのワンが、まあ、ちょっとにはなるんですけど、血で染まってた、やっぱり。うん、自分はそれがすごい印象的で、まあ、あの、よくイルカ追い込み漁、あの、ドキュメンタリーとかでもちょっとね、世界的に扱われたりする中で、まあ、すごく血に染まった海っていうのが、なんだろう、知ってる方だったら見たこともあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うん、今はそれがちょっと話題になったから、イルカの屠殺というか、殺し方が変わったっていうことで、うんうん、あまり血が出ないようなやり方になったみたいで、でもそれでもやっぱり、ね、湾の一部はちょっと血に染まって、うんうん、やっぱり、それを見て感じるものはすごくありましたし、本当に、なんだろうな、すごい、まあ、辛い、自分にとっても、もちろん犬飼にとってっていうのが一番ですけど、自分にとってもすごい、まあ、辛い時間でしたね。その一連の流れずっと、まあ、追い込まれてく。まあ、かといって自分たちがその場で、そのイルカたちに対して何かアプローチができるかって言ったら、まあ、やっぱりあまりというかなくて、うん、っていう、まあ、まあ今ざっとどういうものだったかっていうのを話したんですけど、そうね、トミーからなんか、追い込み量でも、うん。うん、そうね、なんか本当にその一部始終を全部、こうね、みんなで見たんだよね、本当に遠くの方から、本当に、なんだ、イルカが見つかったら、こう、まあ、フォーメーションみたいな感じで、こう、船の隊列が変わって、こう、順番にその湾に追い込まれていく、様子っていうのは本当に最後まで、最初から最後まで、まあこう実際に目にして、なんだろうね、なんかそれこそ本当に昔ドキュメンタリーとかで扱われてたような、その真っ赤さではないけど、本当にその血のにじみっていうのは、本当に生きてたイルカたちが本当にこう殺されてしまったことの証、動かぬ証拠であるし、なんだろうな、それが本当に起きてることなんだっていうのを、なんかビーガンになって、もともとそのイルカの問題っていうのをちょっと経ってから知ってはいたけど、なんかそれって今も、なんだろうな、世界のどっか遠い国じゃなくて、この日本のこの和歌山県っていう、すごくこう、なんだろうな、太地町、すごく小さいけど、海も綺麗で静かで、そういう静かな街で本当にこう今もずっと行われてるんだなっていうことをなんか知って、初めてこう、なんだろうな、自分ごとかできたなってすごく思いますね、自分的には。で、まあ、そのね、まあ、良くも悪くもだけど、2日間、まあ、漁を目にしたことだったりで、まあ、そのイルカを目にして、なんだろうな、このどうにかしてあげたいなっていう気持ちがすごく今まで以上に芽生えたですね。でそれもなんか、なんだろうな、なんでかっていうと、なんか多くの人は、まあ、多分イルカの問題とかってビーガンの人だったら、まあ、知ってはいるとは思うんですけど、実際にじゃあそれに対してこう何かアクションするって、こう、なんだろう、結構、なんだろう、難しいというか、まあ、発信はできるけど、それ以上のことを何ができるかっていうのは結構難しいなって思ってたんですね。でも実際にそれを目にして、なんかやっぱ自分が何とかしないとな、何とかできるのは本当にこれを目にした自分なんだなっていうのをすごくこう認識するようになりましたね。だからその東京帰ってきてからも、その現地で発信している人たちがやっぱりいていらっしゃるので、毎日発信とかすごく見てたし、まあ、今ね、2月末が過ぎてもう終わってしまったんですけど、やっぱりなんかこれから何ができるのかなっていうのは常に考えてる。で、まあ、今のところやっぱりその、ね、江ノ水だったりとかでアクションしてくださる方がいるので、そういうのはアクション、まあ、積極的に参加したいなって思いますし、なんかそれ以外にもなんかできることがあるんじゃないのかなって思って、まあ、まだその答えは見つかってないんですけど、日々こう模索してる感じですね。だからなんか自分的にはこう太地町に行った経験っていうのはすごくこう大きかったですね。まあそんな感じです。
ちょっと自分も印象的だったことを何個か話したいんですけど、まず、なんだろう。ちょっとこれ、すごくイルカレオに直接的に関係がないというか、なんか不思議な視点なんですけど、まあ、自分さっきあの水産庁の話、アッコさんとかしてたと思うんですけど、自分過去に水産庁で1年半働いてて、船に乗ってたんですよね。漁業取締船っていう。船に乗ってて、まあそういう船乗りとしての経験があって、学生時代は、お肉とか食べてなかったんですけど、魚食べる機会があって、水産の高校にいたんで、実際に実習とかで漁船に、マグロ、ハエナワの漁船に乗ったりもしてたんですよね。で、そういう経験があって、身近にこう、船に乗る人たちっていうのを見てきた経験があって、で、タイ時に直接見に行った時に、まあその出漁するところ、出港するところを見たんですけど、まあそこで漁師さんを目にするわけですよ。その時に、すごくなんか、行く当初は何も考えてなかったんですけど、行って直接目にして、この人たちが漁をする人たちなんだっていうのをまず感じて、じゃあこの人たちが漁をやめるってどういうことだろうっていうのをすごく考えさせられたんですよね。っていうのはその、今まで通り自分がしてきたことで、自分と一緒に乗ってた、船に乗ってた人たちっていうのに、人に例えば説明であったりアクションして、その人たち変わるかなって想像したら、なんか変わんないかもなっていうふうに正直感じた。自分の今までのやり方じゃダメだなっていうのをすごく感じて、じゃあどうしたら変えれるんだろうっていうのを、やっぱり共通事項がすごく多かったんで、直接目にしたところで、朝早くに出るとか、寒い中出るとか、まあ、漁をしに行くっていうところとか、まあ、過去漁船に乗ってた人とかと1年半一緒に働いてたりもしたんで、ですごい家族のような存在の人もやっぱりいますし、ただその人たちの性格もすごく把握してて、そういう人たちを変えるってどういうことなんだろうっていうのをすごく考えさせられた。で、あとはまあそのイルカ自体にすごく感じたことが、やっぱり、まあすごく近い距離でイルカを目にする機会何回かあって、やっぱり自分の大切な存在、まあ自分は犬と一緒に暮らしてて、まあ今はちょっと離れて実家でまだ生きてるんですけど、そのね、レミっていう犬がすごく、イルカ見た時に鮮明に思い浮かんで重なって、で、それは、どの動物を見た時、自分がお肉をやめるきっかけになった時もそうだったんですけど、すごく重なって、やっぱりその気持ちっていうのは本当、もう10年以上、12、3年とかになるんですけど、ずっと変わらないなっていうのは、やっぱりすごく感じて、これ自分されたら絶対嫌だし、もし自分の家族とか、まあ、レミが、このイルカの立場だったら、って考えたら、まあ、本当に絶対に嫌だし、まあ、自分絶対しないし、で、水族館を利用するっていうこととかは、なんだろう。自分がすごい肉を食べるのやめた時に考えた気持ちなんですけど、お肉食べてたら、もしそれをされても、同じようなことをされても、言い訳できないなってやっぱり感じたし、だから水族館を利用するっていうことは、なんかだってあなたも同じことしてるじゃんって言われたら、例えばハニーに対して声を上げる人がいても、じゃあお肉食べてるじゃんとか言われたら、それって、あ、そうだなってなっちゃう。自分、そう感じたから絶対にそれはやんなくていいことだし、やる必要がない。だからまあその気持ちで、まあ、ずっと今までやってきてて、それをすごく、まあ、再認識する機会になったというか、なんかまあこれは太地町に行ったの10人くらいで行ったんですけど、まあそのみんなとの気持ちをシェアした時にも話してて、で多分みんなもそこにはすごく、まあ、同じ気持ちなんじゃないかなっていうふうに感じたし、ね、本当になんか、ね、久々にというか、レミがそう思い浮かんで、すごく、目の前にいるイルカたちに、
まあ、何もできないというか、まあ、っていうのがすごい悔しかったし、ね、辛かった。辛いのは、一番辛いのは、イルカたち。で、その子たちは、なんかまあ、自分になんてこういう、声をかけてるんだろうとか、何を考えてるんだろうっていうのは正直わかんないですけど、まあ、想像しうる限り、どうしてこんなことをするんだとか、どうして助けてくれないのとか、苦しいとか、まあね、そういう言葉ばっかり思いか想像できるのは、やっぱりそれってやっぱ変えなきゃいけないし、それで変えることができるのは、まあ、自分たちだし、人間側、変える必要があるのは、っていうのをなんかすごい感じました。印象的でした。私もタイチ行った時に、やっぱり、それをなりわいにしてる人、例えば、私が行った時は花ゴンドウが結構取れた量だったんですけど、やっぱり漁師さんたちが、漁師さんっていうか、まあ、満ち足りた顔をしているんですよね。いっぱい取れたね、みたいな。だから、この人たちにやめてくださいって言って、やめてもらうのは、やっぱり難しいかな、というふうには、やっぱり感じました。かわいそうだからやめてって言って、っていうよりはもうそれで生きている人たちだし、っていうのは、どうしようってすごく複雑な気持ちはします。だけど、やっぱり嫌なんですっていう気持ちを伝えること自体は間違いではないし、やるべきではあるけども、やっぱり水族館に行く人がいるからイルカが取られるわけですし、イルカ肉の需要はこれからどんどん減っていくと思うので、もう大地でも若い人は食べたがらないっていう話も聞きました。取れたイルカ肉を配るんだよみたいなのはテレビでヴィランとして扱われてたんで、大地の人に聞いたら、いや冗談じゃないよと、若い母親なんかやっぱり水銀を恐れてうちには配らないでって言ってる若い母親となんかもいるそうなんです。なので大地向かってイルカ追い込むやめてくださいっていうのはもちろん大事だけども、やっぱり水族館問題っていうのをどうにかしないとねというふうに思ってます。それで最近すごくでも変わってきたなっていうふうに思います。サーカス前にしても水族館前にしても、前でアクションするとものすごい辛いアクションだったんですよ。もう絡まれるし、うるさがられるし、怒鳴られるし、楽しみに来たのにとか、あいつら寒いよねとか言われたのが、去年いつだっけ、サーカス前って時人の反応が全然違ったんですよ。むしろその同情的な声、いや私もかわいそうだと思ったのよとか、あんたたちここで何やってんのって言って、いやね俺もかわいそうだと思ったんで、へ怒られると思ったら違ったみたいな、で差し入れいただいたりとか、ちょっと前の反応と人々の反応がガラッと変わってて、私が一番びっくりしたっていうぐらいで、流れは徐々に変わってきているなという気はします。でこの前、江ノ水前のアクションなんかもしたんですけど、もう本当に怖いアクション、もう一人で歩いちゃダメだよと、女性はトイレ行くときも誰かと一緒じゃないとダメだよぐらいちょっと物騒な感じがしてたのが、今の方がむしろ、まあ、リフレットもらいに来てくれたり、熱心にパネルを見たりで、人々の反応手応えが変わってきているなという気はすごくします。で私がまずさっき10年なんて言ったけども、もっと前からもうザ・コーブが公開されるそれよりずっと前からもっと厳しい戦いを戦ってこられた方たちがいるわけなんですね。であれから30年以上前からやってる方がいる、だからもうそろそろ終わりにしないとっていう思いはすごいやっぱり強いです。なんかそう思うと、なんだろ こう自分、まあ僕自身がビーガンになったのはまあ2年前ぐらいで、なんかそれでやっぱりこうなんだろうな、まあ、自分の身の回りの人が当たり前にこう動物性のものを消費してたり、まあ、動物産業にこうお金を払う人がまあほとんどっていう中で、なんかやっぱりこう生きづらさみたいなところってやっぱりこう感じなくはないですよね。まあ、仲間たちがいる分そこまでこうなんだろうな苦しいとかはないんですけど、まあ、生きづらさは少なからず感じている中で、なんかやっぱりその、ね、何十年も前だったり、やっこさんみたいに、ね、10年前とかからやられてる方がこうなんだろうな歩んできた歴史とかを踏まえると、なんかいや自分そんな生きづらいとか言ってる場合じゃないなってすごい、なんかすごいいい意味でなんかこう自分をこう
まあ、叱咤激励できるじゃないけど、うん、なんかこうケツ叩く、うん、自分のケツを叩くじゃないけど、はい、なんかそういうのはすごくこうなんか活力になりますね、うん、いやアニマルライツ運動の中でもイルカ問題ってすごいマイナーだったんですよ、私が始めた頃って。他の毛皮とかはすごいやるけど、いやイルカ問題難しいからちょっとって敬遠する人とか、うん、でイルカ問題やってる人とアニマルライツ活動家って別だったんです。へえ。分かれてたんですよ、うん、で私はまあアニマルライツ、まあ、イルカを中心にやってる人で、私はまあアニマル、どっちかとアニマルライツの方だったんで、まあ、もっとアニマルライツの方の、まあ、イルカ問題とかの活動家の層を厚くしたいなっていうところからまず活動がスタートしたっていう部分があるので、今日こうやって若い方々がいるっていうのは本当に嬉しいです。つながってるってすごく思って、うんうんね、じゃあ何か案から最後、まあ、今の話を聞いてちょっとイルカパートを締めてもらおうかなと本当貴重な話が聞けて本当に良かったです。大地の追い込み寮に、うん、の仲間たちが行ってる時に、私自然とあの家の近くに水族館があるんですけど、ビーガンになってから足を踏み入れたんですよ、その時に、うんうんうん、自然とこうなんか足が動いたっていうか、で外中には入らなかったんですけど、うん、外で水槽をこうなんか丸くちょっと覗けるような水槽からイルカを観察してる人がいたんで話しかけたら、たまたまイルカの飼育員さんだったんですよ。だからそれで話しかける前はどうしようどうしようって思ってたんですけど、気づいたらもう私話しかけてて、今あの仲間たちが胎児のイルカ追い込み量についてその反対で、うん、あの言ってるんですってことと、あとイルカのマーチも行われてるんですっていう話をして、うんうん、でその人、うん、嫌な顔を一切せず聞いてくださって、うん、で私泣いちゃったんですよ、感情が爆発して、うん、肩さすってくれて、うん、でやっぱこの本当に何ヶ月ぶりかに来たんですって言って、それまでは年パスも持ってて、うん、で言ってたんですけど、イルカのその裏の実態を知ってから、うん、もうちょっと行けなくなってしまって、うん、いろいろ考えるきっかけになって、うん、でこの外からこう見る私でさえこんなに泣くほどだから、飼育員さんたちはもっと葛藤してらっしゃるんじゃないですかっていうことを聞いてみたんですよ、うん、もしかしたら辛い思いしてませんかって聞いたら、うん、してますって言ったんですよ、その人、うん、やっぱり夢と現実の差に心が痛むみたいな。だからそれをお客さんたちって知らないし、だけど飼育員さんたちも楽しみに来てるお客さんたちのためにそこを隠してると思うんですよ、みんなに笑顔になってほしいと思ってやってるから。だから動物だけどきっと好きだからこそ、私があのこの子たちのお世話を離れられないっていう責任感もあると思うんですよね。なんか話を聞いてたら本当にイルカが好きで水族館に入ったって言ったんで、うん、だからある意味一番の被害者はイルカですけど、そういうところに入って葛藤している飼育員さんたちも、うん、そう思ってる方はある意味被害者なのかなって思うんですよ。で入ったら結局抜け出せない、イルカたちがかわいそうだからお世話しなきゃで、うん、本当にいいことが全くなくて、動物を守りたいっていう気持ち、イルカを守りたいっていう気持ちは、うん、そこは一致してたから、うん、まあ自分の自己満みたいな感じですけど、なんか確認できてよかったなっていうのがあって、うん、そこからどうしていこうかなとは思います、うん、そういう人たちが声を上げやすくなるような、うん、になるには、うん、やっぱりこの活動がどん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 大きくなれば、水族館の内部の人たちもちょっとやばくない、うん、私もちょっとあのもう手を引きたいって思ってるっていう人たち、うんうんとかが出てくると思うので、うん、本当にこの活動を、うん、イルカ解放の活動を大きくできる、私の微力ですけど大きくできる手助けになれば思って発信したり、うん、参加して、うん、なんかまとまんなかったね、うん、私の、うん、私の夢はやっぱり日本にもサンクチュアリをって思っているかなさんって、うん、だからあのクジラの牧場も野生から捕まえたイルカを入れるんじゃなくって、例えば水族館で芸が、
例えばそのいるらしいんですね、やっぱりその年を取ったりとかポツンと飼い殺しにされているイルカとかいるみたいなんですよ。他のイルカと相性が悪いとか、まあ、そういったイルカ、引退イルカだとか、例えば閉鎖したハニーみたいな閉鎖した水族館のイルカだとか、まあ、あるいは私たちが閉鎖しに追い込んで追い込む水族館イルカショーをやめた時にイルカたちの行き場としてあそこがイルカのサンクチュアリになってくれたらいいのになってむしろ思うぐらい でそういった時にやっぱそういうトレーナーの方イルカのことを知り尽くした方の力って借りることになると思うんですよね、うん、だからそういった保全の方彼らの技術とか経験がより保全の方に向いたらいいなっていうことも考えます。うんうんうん、そうなんか本当にイルカが好きだったら、うん、そのイルカと関われることに、うんま、その保護するっていうことは関わっていくことができるじゃないですか、うん、その方たちも、うん、だからどうかイルカのことを考えて、うん、イルカ目線で、うん、そういう保護に当たってほしいなって思います。ショーをさせるんじゃなくて、うん、そうですよね、はい、そう思います、うんうんうん、マンが言ったような感じた視点ってすごくこう大事だなって思ってて、うん、なんか、まあ、僕ら、まあ、活動家ってこうどっちかっていうと、まあ、その動物産業で働いてる人たちは、まあ、敵みたいな、うん、あの視点になりがちだけど、やっぱりその中にはその、ね、今アンが言ってくれたみたいに本当にイルカが好きでトレーナーになってみたけど実際蓋を開けてみたら本当にこう、ね、現実と理想のギャップがすごくて、うん、イルカをこう搾取利用して、うん、お金を得るっていう実態を知ってなかなか抜けられない人って多分いると思うし、実際で、まあ、もちろんそのなんだろうな、イルカを全然物としか思ってない人ももちろんいるだろうけど、なんかそのイルカトレーナーイコール悪みたいな、うん、そのまあ、二項対立じゃないなっていうのはすごく大事だなって思いました、うんうん、今みたいに実際にね、はい、サンクチュアリーができるってなった時はやっぱり確かな知識とか持ってるだろうから、うん、すごくこう、ね、味方にもなってくれるだろうし、うん、なんかそこはやっぱりなんか一人の人間としてのなんかリスペクトはやっぱりなんか活動家としてやっぱりなんか持つのは大事なのかなって個人的に今アンの話を聞いて思いました、はい、以上です。はい、あの大地でイルカの選別をしていた方がやっぱりこれじゃいけないっていうんで、あのハニーマスコミが報道しなかったイルカ問題っていうシンポジウムを、あの 海イルカ人っていう、まあ、昔からある団体が開いた時に、あの大地イルカ追い込み量、あイルカの選別したトレーナーがやっぱり登壇して赤裸々にいろいろと語ってくださったので、やっぱりそういう方たちとパイプをつなぐっていうのは大事かなと思います、うん、ありがとうございます、はい、そしたら、まあ、最初はちょっとハニーの話から始まって、うん、まあ、イルカ追い込みの、うん、まあ、全てという感じで、まあ、流れてきたんですけど、はい、まあ、見てる人もね、多分もう言わずとも感じてる考えてると思うんですけど、はい、まあ、今一度ねその、はい、ハニーのことであったり、まあ、イルカ大きい意味で言えば動物たち、うんね、自分が何ができるかとか、うん、もう一回考える機会になったらすごい嬉しいです。はい、この、今、この時間が。はい、あと一言良い。あ、全然ない。イルカ追い込みもダメだけど、人工繁殖もダメですからっていうのもちょっと言っておきたくて。うんうん、はい、あ、そうだ、間違いない。はい、イルカ追い込み量じゃなくて繁殖だからいいでしょうって開き直られかねないので、うん、そこもちょっと一言抑えていきたいと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。